了解、用意スタート。前回までの人気ナンバーワン AV 男優の始め、自称29歳、奇妙な冒険。六番隊井上源三郎として殺されたもう一人の新選組局長芹沢寛。え、何の話だ。吉田東洋暗殺と新選組誕生。ぷー、点と点がつながった時、また新たな謎が生まれる。野獣先輩、どこに聞いたんだろうな。1年前、芹沢に東洋暗殺を依頼した黒幕は坂本龍馬を名乗ったというのだ。ついに正体を現したな、ジュナル星人。やがて2人の坂本龍馬が寺田屋で重なり合うと。セックス漬けなんで。今日の街はさらなる混沌に包まれていく。みんな踊れ。裏切りと策略、外正面、不信と絶望、アゲとゴードラ、もう一人の坂本龍馬、ノンケです。その正体は土佐で死んだはずの竹地半平太なのだろうか。そうだよ、さっさと殺そうや、広げちまうよ。対決の時は確実に近づいている。おちんちんがムズムズするんじゃないか。よろしくお願いします。もう気が狂った天才クソ投稿者による優雅ごと食いしん極みの実況パート45始まるよ。視聴者の皆様、チンポ無難長。寺田屋ではでけえ魚を逃がしたもんだな、あんた。ジャニケース。見回り組の邪魔が入ったな。全然意味わかんねえ。連中は、勝林太郎に動かされていたらしい。いちごケーキが食いしん。それで結局、坂本龍馬の正体はわからずじまいか。多分だけど、竹地の兄弟だと思う。一度、ネットで調べてみよう。真ん中合ってるかこれ。合ってるかな、どう思う。なあ、そまみれになろうぜ。あいつは何をしにまた今日に舞い戻ってきたと思う。チンポバトル。さあな。とぼけちゃって。あんたは知っているのか。ああ、そいつを教えるためにあんたをここへ呼んだんだ。それにいよいよ時間がなくなってきたことも承知しといてもらいてえと思ったよ。22秒。時間？何のだ。この日本って国が自滅するまでの時間だよ。え？何？どういうことだ。坂本龍馬はな、国中を巻き込んだ倒幕戦争の引き金を引きにこの京に来てるんだよ。どうなるんだ。何やら面白いことになってますね。坂本龍馬は今までずっと倒幕戦争を引き起こすために動いてきた。その下準備が整ったらしい。何だと。どういうことだ。何かあったのか。何の話だ。薩摩の西郷と長州の桂が手を結んだ。バラバラだった勤王の二大勢力が倒幕に向けて秘密同盟を組んだんだ。つまり薩長同盟だよ。ああ、すげえ。薩長同盟、薩ちゃん。そいつを仲立ちしたのも坂本龍馬って男らしい。だがこの場合の坂本龍馬は例のあいつじゃねえ、お前さんだ。何？まあもっともその時お前さんはシラフじゃなかったかな。あれ顔で。まさかあの夜の話か。14キロのシャンパン飲んでからやり始めたんや。まったくよ、薩長のいがみ合いが一晩の酒で水に流れちまうとは思わなかったよ。だがな、そのバカバカしい話がこの国の内戦に火をつけちまおうとしている。もっと燃えるがいいや。そのきっかけを作ったのがお前さんだ。なんてこと。黙ってね、うんとかすんとか言えよ。すんすんすん。そこへ来てもう一人の坂本龍馬が火のついた薩長に油を注いでやがる。どうやって。やつはもう正真正銘の武器商人だ。これまで以上に英国の武器を大量に薩長へ流している。寝流して。桂と西郷も倒幕戦の軍備に本腰入れ始めた。まあいつドンパチ始まってもおかしくねえ。関ヶ原以来の血が流れるぜ。倒幕戦争か。坂本龍馬は武器を売って大儲けするだろう。日本人の血と引き換えにな。3000円。そして
海戦前夜のこの国をよだれ垂らして見てんのが西洋列強だ。エジプトらしいよ。となればこの俺もそろそろ動くしかねえやな。酒とつまみを買ってから。あんたまさか例の計画をやる気か。剣木クソまみれや。日本中が焼ける前に今日の朝廷を滅ぼして戦を止める。この国を列強の侵略から救うためだ。本気で言っているのか。町の人間が何人焼け死ぬ。侍だけじゃねえ、女も子供もだ。男はそれを焼き殺してどの口が国を救うためだと言える。何度も言わせるな。倒幕戦争が起きればもっと多くの人間が死んだ挙句異国に侵略される。何も分かんねえな。そもそもお前さんが薩長の中を取り持ったせいだぜ。おまけに寺田屋じゃ例の坂本龍馬を取り逃がした。え、もう勢いづいた薩長を止めることはできねえ。なら薩長じゃなく馬鹿一歩食い放題な幕府を止めるってのは。幕府を止める。止まるんじゃねえぞ。ああ幕府が仮にだが薩長に白旗をあげれば戦争にはならないはずだ。許してください。何でもしますから。幕府に白旗をあげさせるだ。300年この国を支配してきた幕府にか。龍馬なわけないぞ。いや待てよ。おい、確かにその手はあるかもしれねえな。右手。薩長が戦争を引き起こす力を手に入れた今だからこそ徳川が聞く耳を持つってこともあるか。例えばそうだな、幕府の持つ政権を徳川将軍から帝に変えさせる。返事を返してください。幕府の政権を帝に、うん、大政奉還とでも言うのかな。幕府がこの国の政権を手放せばもう薩長が幕府相手に戦争を起こす理由はなくなる。ここは一つ将軍に直談判でもして白旗あげさせてみるか。すげえ白旗だった。できるのかそんなことが。できるわけねえ普通はな。プラン B で行こう。だがなんだ。斎藤をはじめ、いや坂本龍馬さんよ、あんただったらできるかもしれねえ。水中ブリッジ3分間。俺か。これまで俺なりにあんたという人間を見てきたが、あんた以上に腕が立つ男はいねえ。それにあんたにはあの沖田みてえな男まで動かしちまう魅力もある。は？何を言ってるんだ。当たり前だな。いやこれは本心だ。お前ほぼか。今もし江戸城にいる将軍様に忍び出会い、しかも心を動かすことができる男がいるとしたらあんたしかいねえ。なあ龍馬さんよ、1か2ぐらいですね。ここは一つ日本のために死ぬ覚悟で江戸に行ってきちゃもらえねえか。やだよ。俺が江戸に。やだよ。江戸城には夜にでも何とか忍び込むんだ。もちろん見つかりゃ殺される。生きて帰るのは不可能に近い。車で言えばどのぐらい。だが将軍に大政奉還を直訴するとなるともうそれしかねえ。将軍の寝床に忍び込むってことか。興奮してたまらないぜ。言い出しっぺはお前さんだぜ。それにもしこの大政奉還を徳川が飲めば、もう一人の坂本龍馬も必ず何か反応を見せる。ああ飲め。どういうことだ。向こうは薩長を派手に引き込んで戦争の準備をさせてるんだ。だが戦争ってな、準備だけでも相当の金がかかる。3000円。その邪魔をされたとなりゃ例の坂本龍馬は黙っちゃいねえ。必ず何か動きを見せるはずだ。例えばあれ顔で公開オナニーって何すれば。まあ無理にとは言わねえよ。そん時は計画通りに俺が今日を焼くだけだ。もっと燃えるがいいや。ただしあんたがもう一人の坂本龍馬を捕らえる機会はなくなるぜ。俺は前にも江戸に行ったが城には登ったことがねえ。何ないの。ちょうど一度中に入ってみてえと思ってた。入る。いいんだな。シャワーも浴びずに生きて帰ってくるだけでも奇跡なんだぜ。ああ覚悟の上で言っている。
上出来だ。だがまず新選組の幹部が一人で京を出たとなれば人目を引く。どういうことだ。江戸へ行くなら一晩待って夜明け前に立て。今日のところはいつも通り豚書に顔を出しておくんだな。シャワーも浴びずに。豚書か。そうだな、ちょうど話を聞きたい相手もいる。ん？監察の山崎進に例の坂本龍馬の息がかかっているらしい。なるほど。だがそいつは一足遅かったぜ。何がだ。山崎は昨夜豚書にある土蔵の中で殺されてた。何だと。お前さんが山崎の正体を知ったことで口を塞がれたってことか。もう一人の坂本龍馬の手の者にな。なぜ、どうして。意外と早く落ちたな。というわけで、江戸にいる将軍の寝床へ夜に忍び込み、でこれもしかして夜這いになる？龍が如くってエロゲーだったの。そんなこと考えながら、街を歩いてたら、いつもの酒場に佐藤がいませんでした。あれは、人気ナンバーワン AV 男優の、はじめ、自称29歳。来たな。なんだよ、どうしたんだよ。わけを話してごらんよ。20人以上、30人以下。犯されるなんか犯されてるよ。そうなんだよ。分からねえか。中身はなんだこれ。うん、呼んでごらん。お前のことは好きだったんだよ。違う。これはきっとジュラル星人の仕業に違いない。この手紙の主は少なくとも、龍馬ちゃんのことを知ってるのかな。って知らない人の方が、むしろ今日の街じゃレアかな。寿司屋の格好で鶏マスクつけて、酒草状態のまま、街中でビームと大砲ぶっぱ。江戸でも有名になってるかもね。本当に、今更、笑。はい、はじめ。頭がおかしいのは有名な話。そうなんだ。なんだ、俺は立たしてやるか。しょうがねえわ。まつかねえもんは。救い料1000万円ちょうだい。ローンもか。しょうがねえな。友達なの？じゃあ僕は変態クソ投稿者。友達の平野。知らねえよ、そんなの。カイト何でもするか。結局オナニーか。オナニーするときっていうのは大自然オナニー。というわけで、佐藤を救出するためにシャワーも浴びず、半径100メートル圏内までわかる、酒草状態でムクロ街に到着。おや？なんだか熟女の人妻が好きそうな、てめえの欲で組をめちゃくちゃにしかねない奴がいますね。名前の方が、山内匠くんですね。違うだろう。え？何の話だ？それがどうした？え、何？俺セックスしたいって。いいね、やりたいよ。お客様が複数、無料。視聴者の皆様、予約以外の問い合わせは新選組隊からお願いします。ついにジュラル星人め、正体を現したな。どういうことだ。あなた笑いましたね。バカにしてたろ、お前俺のことな。なんだって。なんだって。なんだと。お前のんけか。ジム K でも売り合って働いてる。サーフ系ボディビルダー。この嘘だ。何？エゲレスに日本の情報を寝流ししてるの？野獣先輩とタクヤ、鶏マスク姿で寿司屋の格好して、浪人見つけ次第逮捕やビームぶち込んでる、龍馬ちゃんの情報もですか？本国の人たち困惑してない？何するわ。嘘つかんでいいよ。こんな狭い。剣木にある川の土手の下で。何やってんだよ。お、そういう関係だったのか。ね。お前の先ってどうすんだよ。俺は全然気持ちよくないじゃん。おしょうがねえな。お前今笑ったんだ。さあ、病院に帰った人の始まりや。
視聴者の皆様みんな見たけよ。というわけで、この時代でもてめえの欲で組をめちゃくちゃにしかねないやつへ天柱を下します。しかし唐突に始まるダンスバトル、佐藤もこれ見て、侍は戦う前に踊るのかって認識しないかな。そんなわけねえだろ。え、炎症本列。あー、気持ちいい。あー、最高最高。次はこれで終わるからして。あー、痛い痛い痛い。もっと当たらないだろ。お前には正義の鉄槌でその腐った心を矯正してやる。もっともっと回せ。温めてやるよ、優しいよな。従順になるまでやるからな。うわ、ちなこれ。お前なかなか耐えるじゃねえか。甘い甘々や。そうだ、お前人参好きなんだよな。食わせてやる。スパニーがするよ。視聴者の皆様、俺誰だか分かってる。お前さ、ヒゲクマ様の一言もないのかい。覚悟決めろ。何だっててめえは即決に対して根性がないんだ。死んだんじゃないの。その死体と美味しかった。食べた。待ってください、まだ生きているんです。生きてる証拠だよ、ほっとめろ。いや、もう逃げんじゃないよ。外してんじゃねえよ、バーガー。救い料10億万円、ローンもか。ところで、さっきのバトル内容も、本国に言うのかな？サムライバトルではビームが出て、火の玉が出て、梅干しを食わせ、クマが出現するんだよって報告するの？これで日本やべえなと思って、新薬を諦めたら、龍馬ちゃんのおかげですね。世の中の人々を救えるんだ。お前のんけかよ。おめえら AV 好きなんだってな。愛してるから、愛してるからこんなん感じちゃうんだ。こんなに前も後ろ前してくれるんだもん。どういうことだ。訳を話してごらんよ。僕も探してあげるよ。お前は引っ込んでろ。それなら岡山の県北にある川の土手の J9 って知ってるかよ。何それは。何の話だ。金金って言うんじゃねえ、ガキのくせに。ああ、タクヤの車税9000円。ぼったくりやろこれ。俺たちが困る。物価に関してはともかく、今日の治安に関しては、龍馬ちゃんが鶏マスク姿で浪人を見つけ次第ぶちのめしてるから、安心してもいいんじゃないの。最近だと浪人と分かり次第速攻で大砲とビームで仕置きして川に投げ込んでますからね。岡山の県北にある川の土手の下です。死体だ。怖いな。どういうことなんだ。ちゃんと説明してくれよ。今に日本は大混乱に陥る。日本の拓也は弱いな。俺を見ろ、絶対死なないの。今に日本のニコニコ動画爆発するぞ。そういえば前世でもホワイトハウスをホワイトクリブに改名したり、ポールダンサーを大量に雇っていたり、虎を飼ってた、支持率 20% ぐらいの大統領がいましたので、この話も現実味を帯びて聞こえますね。とても興奮した。おいてめえ、何見て興奮してんだよ。進歩が勃起してしまう。こんな状況でも勃起してやがる。そのための右手、右手、あとそのための拳。お前のんけかよ。何が日本一や、お前。本当はどうだろう。お前のことが好きだったんだ。ちょ、もっと喋れよ。ドルチェウフォだ。でもな、これなかなか難しいねんな。頑張れや、頑張れ。どうめん、これ。ホモか、おめん。ホモ最高だぜ。大成功。さすがにこれはまずいか。といったところさんで、今回は終了です。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。終わり！閉店！以上！